昨日午後4時43分ごろ、日向灘を震源に発生した地震。宮崎県で最大震度6弱を観測し、県内の広い範囲で最大震度4の揺れを観測しました。気象庁は大規模地震が発生する可能性が平常時と比べて相対的に高まっているとして、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意を初めて発表しました。地震の影響で九州新幹線は一時運転を見合わせました。5時4分に乗ろうとしてました。まだちょっと動かなさそうですけど。そうですね、待ってます。熊本県は地震発生直後から24時間体制で職員が情報収集を続けています。県によりますと、今回の地震で八代市で50代の女性が避難中に足首をけがしたほか、玉名市で70代の女性が自宅で転倒し大腿骨を折る重傷です。まだ揺れてる、まだ揺れてる。普段から備えに加えまして、非常持ち出し品の確認でありますとか、避難場所、避難経路の確認、報道をはじめさまざまな情報収集の方をですね、気にかけていただければというふうに思っています。県は九州知事会と連携して職員の派遣や物資の輸送を検討するということです。一方、熊本市は災害警戒本部を設置。九州市長会の要請で昨夜宮崎県庁に職員3人を派遣しました。熊本地方気象台は地震への備えを改めて確認するよう呼びかけています。こちらは南海トラフ地震が発生した場合の県内の想定です。県内では宇城市や阿蘇市など8つの市町村で最大震度6弱が想定されています。また他の地域も県内全域で震度5弱以上の揺れが想定されています。そして津波もですね、天草市で最大4メートルの津波、他の沿岸の市町村でも2メートルから3メートルの津波が予測されています。被害の想定もされています。死者は120人、けが人は7500人、建物の全半壊は7万4800棟とされています。今回発表された巨大地震注意は、新たな大規模地震が必ず起きるという情報ではありません。ただ平常時よりも大きな地震が起こる可能性は高まっています。今のうちに備えを万全にしましょう。ここまで地震に関するニュースをお伝えしました。